はい、どうも、こんにちは、ヒョチューブです。ということで、今回の動画は、ゼルビルに、フォータイトベアが来たということで、フォータイトに追加されたアイテムとかね、武器について実況解説していきたいと思います。ということでですね、今回アップデートがね、なんか6時間ぐらいかかるって噂があったんだけど、思ったより早かったんで、ちょっとね、予想外だったんですけど、まあ、雰囲気ガラッと変わったね、マジで。めっちゃ変わって、なんか赤い綺麗な変わってるしな、あれ、瞬間の付与されるのかな、あれ。このまま、降りてって、あ、敵来るな、これ。来るから、ここで、サムシンガ取って、これ敵倒して、さよならバイバイ、オッケー、よし。で、逃げだと見せて、多分これ、来るんだよ、これ。来るんじゃないこれ。ほら、来るぞ、これ。来るぞ。来てます。デカポ飲んだの察知して引いてたな、ほら。絶対来ると思ってた、これ。あ、すげえ、なんかもうハロウィン仕様になってるんだ、これ、全部。すごいなぁ。なるほどな。あ、敵近いな、これ。いや、敵近いぞ、これ。おりゃ。終了？あ、ないか。あれ、宝箱。なかったなぁ。めちゃ車あるな、ここ。あ、敵いるわ、これ。いるかな、向こう側に。どこだ？ジップライン。あ、なんかいるわ、ジップライン。やるか、あれ。これで。あー、NPC かよ。だってやばい、ランチャーやばい。いたいた、やば。え？あぶね。待って、NPC は聞いてない。NPC やばい、NPC やばい、さすがに。やばやば、ちょっと待って。やばすぎる。来てるしな、なんて敵。あぶね。ちょっと待って、NPC はやばいって。これ普通に。敵かと思ったよ、これ。危な。なるほど、パンプキーランチャーは追加されたわけだ。足音するな、近いな。あ、遠のいていくな、でもこれ。あ、近い、真下だ。え？いや、終了？危ねえ、助かる。あ、で、ここに NPC が？これ、あ、またこれ別の NPC いるんだ、これ。話しかけると？あ、ランチャーもあるの？え、叫びもあるやん。あの NPC 何だったんだあれ。あそこのバナナの NPC 何これ。もう話しかけれるんかな。さっきめっちゃ攻撃しちゃったけど。いけそうじゃないこれ。ちょっとその前に宝箱。オッケー。あとは、チャグ持っとく。チャグつけるかこれも。これつけといて。あとは、NPC 話しかけて。あ、ウィッチ変えるんだ。ここで、あれだね。ほうき変えるんだこれ。なるほどね。ってことは、リスタの強くなったな、これ。めっちゃ強いじゃん、ここ。なるほどね。じゃあ、これ、裂け目使えるし、パンプキーランチャーもあるっけよ、これ。ランチャー買っといて。OK。で、あとは、あ、え、どっちかしか無理だな、これ。うわー、ガチか。裂け目起動するか。ランチャーを買うしか2択しかないな、これ。なんだと。しかもさっきなんか、パンプキーランチャー撃たれた感じさ、なんか若干飛んでかんかった、今。なんか飛んでく仕様になった気がするんだよな。なんか普通に爆破だけで終わるんかなと思う。普通に飛ぶからな、後ろに。飛んでくから。からそれも追加されてんのかな。一応、ブラックパンサーがなくなったらしくて、その代わりなんかチェーンソーとかそっち系がね、なんか追加されたっぽいんですよね。なので、どこで手に入るかっていうのをいっちゃやっていきたいと思います、これ。あ、やり合ってるなぁ、これ。ボスだなぁ、あの感じ。ボスとやってるっぽいんだなぁ。あれか。いるよ、敵。いるやん。え？治療？危ね。どれがボスとあれはされてんの？いるんだよな、敵。ちょっと待って、敵いるから、あとこう一旦バブル耐えといて、OK。で、これもらっといて、あ、チェーンソーこれ。あるけど、ちょっと待って、あるんだけど、ボス欲しいんだよ、せめて。あ、向こうがいるな、これ。これ使って飛んで、飛ばな、これ。全然飛ばないな、これ。終わった、これ。痛い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 。なんだ、これ。待って、すごいすごいすごい。待って、やばい。すごい、ちょっと待って。ちょ、ショットガンもらおう、ショットガン。よくわからんぞ、これ。なんだ、ちょっと待って。あれ、敵もいるんだよな、ここ。で、移動系が。だって、移動系ってほぼ弾いたらせこいで、さすがに。ちょ、リロードしといて。上っぽいんだよな、これ。え？シードカット？当たってました。使って、
ウィッチ？こっちか。どこいるんだよな。え、どこの敵？どこいるんすか、これ。さすがに。あ、やられてんな、これ。やってるっぽい、これ。どこだ？これっぽいな。え？オッケー、よっしゃ、ホバージェット。サンキュー、いただき。危ねえ、これでホバージェットゲットだ。なんだ、パンプキンなんちゃ難しくねえか、これ、普通に。危な。あ、つ、いや、でもこれ、なんかさ、むずくねえ、なんか、ホバージェットがある環境から、これむずいんだよな、普通に。これが何？これが、ちょっと、ヒズ回収するか。ヒズ回収しといて、上上がって、ないな。チェーンスどこ出ないの、これ。打つボタンで。はい。で、覗くボタンで、あ、移動できるんだ、こうやって。あ、そういうことね。打つボタンで、こう攻撃できて、攻撃して、170。これで、あー、なるほどね。まあ、攻撃は通るわけだ。まあ、第二の移動系かな、これ。移動系だな、これは。これ持って、これ持って、まあ、メイン武器これにしといて、いや、これちょっとやばいけどな、武器構成。ちょっと守り系がないんだよな。守り系がないし、待ってよ、どうしような。マジショットはいらないか、これ。どうなんやろ。まあいいや、これでいって、覗くボタン押して、おー、早い。え、すげえ。え、これ延できるの、これ。ずっとできるね、これ。OK？ で、これ飛んで、え、すごいな。これなんか、あれがスクワットとかさ、なんかそっち系とかだと強そうだな、これ。あの、なんか逃げたりできるやん、これ。あと、これで移動するか。これで、覗くボタン押して、うーんって言って、早っ、これ。え、これずっと移動できんの、これ。ぐわーんって移動して、で、あと、あれ、サボテンとこに行きたいな、これ。あ、途切れた。燃料切れだって。燃料なくね、これ。燃料マックスじゃね、これ。あ、またチャージできるわ。え、これ燃料無限にあるやん、これ。なんだ、これ。で、これで、おや。割って、OK。ダイヤマン取られてる。ダイヤマンもあると、これ。なんか、この環境よくわからなくなってきたな、もう。とんでもない環境になってるな、これ。で、ビッチ、放棄使えば、飛べると。なんかさっきな、なんだっけ、あ、撃たれてるわ。あれか、敵。見つけた。さっきなんか、ビッチ使ったとき変なところで、なんか、あんま高く飛ばんかったからな。よくわかんなかったんだよな。よし、あ、重心してるわ。これも、チェーンソンで覗きながら。あ、出てる、チャージ。画面の中出てるわ、これ。あ、そういうことね。もうチャージがなくなるまでか。で、これで、チャージはすぐ回復するのこれ。あ、回復早くね。早いな、これ。って言って、これの状態で攻撃はどうのこれ。ああ、通る。あ、通らない。通るけどあれか。これで、もう範囲攻撃は狭いな。まあ、これはちょっとあれだな。なんか、ブラックパンサーと同じ感じだな。なんか、ブラックパンサーもあれじゃない。範囲攻撃っていうよりかは、なんか、まあ、移動に使うみたいな感じだよね。そんな感じだな、これ。で、これ、ウィッチは、あ、打つボタン押したらそのまま落ちれるんだ、これ。まあ、この仕様は変わんないかな、これ。あと、あれだな、ちょっとアイアマがないとさすがに勝てんぞ、これ。あ、敵いた。あれか。逆？え？あれ、キー壊したいな。デカポ飲んでる。え？え？終了？アイアン持ちじゃないか、この人。違ったな。まあ、金庫の中多分敵いないから、ちょっと金庫の中行くか、これ。金庫の中は何が出てくるのかな、これ。あ、レアチェとかが出てくるのかな。ないな。レアチェからは特殊。一回バストこっち持っとこう。あれ、強化したら。え、待って。え？バグって？調べる。あ、私もついてるよね、これ。最強やん。え、なんか、バグって、なんか、右下のさ、そのアイテムバーのところにアタッチメントが表記、なんか、表記されてないんだけど、これ。バグってるわ、完全にこれは。バグだ。あって、アイアマン来る、これ。やばい。アイアマン来るなよ、これ。え？え？あぶね。いや、なんか、ショットがハンドでかくなってね、これ。できるな。
え？あぶねえ。待って、とりあえず、これで、ちょ、回復しよう。あぶねえ。なんか、ショットガンの腰打ちの反動でかくなった。これ、気のせいかな、ソブリン。ショットガン打ってみるか、これ。ショットガン打って。え、で、なんか、反動でかくね、これ。反動でかくなった気がする、これ。でかいな、これ。あ、できるわ。できるな。あれ、倒したいな。ちょ、あれないんだな、回復アイテムが。あ、なんだっけ、体力回復ないんだよな。これで、OK、よし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 、いい使い方しましたね、これは。立ち回りがうまいようで、このアイアンマンをね、なんかちょっとずつ使ってね、縦のガードをね、回復を若干遅らせるっていうのが立ち回り方だね、これが。一応回復しきったから、じゃあ取りに行こうかな。で武器切り返したら無理なんだ。あ、やっぱあれの、打つボタン押さないとやっぱあれでサービス切り替えれないんだよ、これ。なるほどね。もう強いんかな、これなんか微妙な気がするんだよな、これ。まだチェイスの方が強い気がするな。チェイスで出てくるな、こんな感じさ。にーってやって、チェイスついたらレアチェとか出てくると思うな、これ。アイテムとかして、普通に。ブラックパンサー的な感じな気がする、これ。だまだ飛行機ってのはいいな。なんかブームビーディーだって、これ。これで、なんか歩かせないんだっけ。歩かせて、なんかくっついたら爆発せんっけ、これ。あ、すげえ、空中歩いてる、これ。なんだ、これ。めっちゃゆっくりやな、これ。まあ、なんかスクワットとかの大混乱してる状況下やったらな、これ強いと思う、これ。で、ことじゃ、これ移動するか。これで移動して、メダルはあとあれか、あ、こっち側にいるな、敵。あれだ、なんてきゃ、ドゥームのメダルだ。ドゥーム落ちるな、これ。あ、また銃声してる。こっち側？あ、あれか。銃声こっちもしてるけど。武器ベンチも耐えてったな、あの感じ。まあ、ちょっと一旦スルーするか。こっちやろ。ここで、OK。あれか。いいね、素晴らしいゲーム。あとは、武器ベンチ元のところに、メダルも違えるんだよな、ドクタードゥームの。あれを倒したいな。飛んだ。OK。当たらん。OK。OK。え？上がって。よいしょ。これで。オッケー、終了。GG。メダル回収。お、なんかこれ、ウッドステークだって、ウッドステーク。なんかこれ。うわ、これは、なんか、すげえ難しいショットが来たんじゃないこれ。あ、これ覗いたら当たるさ、多分これ。これむずいな。ウッドステークどこで手に入れたんだろう、これ。なんかどっかで手に入りそうだけど。あ、パンプギアル変わってる、これ。すげえ。あ、答えてる。あれか。26?26? これで。いや、むずこれ。使い物ないやろ、これ。むずこれ。ちょ、待って。なにこのショットガン。むずいや、こんなん。当たらんて、これ。やっぱ持つだけマジ損じゃん、これ。いや、おもろいけどな、なんか。まあ、ロマンあっておもろいかもしれんけど。ちょっとショットガン要素としてこれを持つのはちょっといかほどかという。ちょっと難しいな、これは。普通に。まだバーストの方がまだいいな、これ。あとはもうこれか。チェーンソンで移動して。で、ゲージの回復結構早いな、これ。なるほどね、これは早いな。これで移動して。あとこれで上上がって、みたいな感じか、これ。あ、敵だ、敵だ。NPC かい。びっくりした、敵かと思った、これ。話しかけないこれ。あ、ショック部変えるやん。かけ2の4だから8個変える最大。おっと、なるほど。ソブリンショットガン持ってると。なるほどね。はいはいはい。ここでショック部変えるらしいよ。ナイトミアのところ。オリンポスのね、この裏のところあるわ、これ。なるほどね。ってことで、ちょっとこのパンピーに乗るか、これ。ジャンプあるんだけど。ちゃんとジャンプは設置されてんだけど、面白い、これ。ホバーセット来たし、しかも。なんだこれ。
まあでもなんか環境はな、結局アイアンマンが強いけど、まあなんかスクワットとかだったら、まあランチャーが追加したことによって、まあ結構混戦の中、一気に、なんかランチャーとかでやられることがあったり、まああとはなんだろうな、まあこのチェーンソーで逃げられることが多いから、まあ逃げやすくて生存率が高まることは多いかなって感じかな。だから言っちゃえば、まあ環境的にはプラスになったのかな、逆に言えば。なんかプラスな気がするんだよね。チェーンソーさえ出ちゃえば逃げ切れるから、スクワットとかデュオとか複数系だったらだいぶ、これはでかいアイテムな気がするんだよな。で、一応これなんか、こう、覗くボタンを押した瞬間に、あの、ジャンパっていくと、待てよ、これで、これやな、これでいくと、飛べるんだよ、これほら。ビョーンって飛んで、撃つことできるんだよ、こうやって。そう、ジャンパのグライダー状態にならないっていうね。これ強いな、これ。これはちょっとどっかで使えそうじゃない？これ結構上に上がる感じかな、これ。上に上がる感じじゃない、これ。真上に上がるから、上に上がるから、ホバー Z と組み合わせれば強いな、これは。敵がいないの？あ、いたい。崖側に一人いるんか。あれ倒したいな。あそこに一人と、あ、一人行方不明だ。誰かラストか。行くか、これ。レッツゴーと飛んでって、あれだ、ラスト。見つけた。これでしょ？ここで、バコーンって打って、OK。これで行け。おりゃ。オッケー。いや、これ結構緊張すぎ戦はだいぶ怖いな、これ。まあ、この移動がやっぱ強いな、これ。これ分かれるな、これ。強すぎる。これは強い。あー、チェーンソー持った方がいいな。ホバージェットがなかったらチェーンソーで。チェーンソーあるんだったら、ホバージェットも組み合わされば、もうほぼ確実に逃げ切ることができるぐらいのね、多分最強アイテムだと思うので。まあ、環境者はね、なんかすごい攻撃がどの子の変わった、環境ぶっ壊れたってわけではないけど、まあ、だいぶ逃げやすさは増したんで、まあ、より一層環境的にフォートナイトプレイしやすくなったんじゃないかなと思うので、ちょっとぜひ皆さんね、このチェーンソーを使ってみてください。まあ、ということで、この動画参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、クリスサポート、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、キル数の方が17キルということで、動画を最後見ていただき、ありがとうございました。